まあ、あくまで目標は東京上野動物園。やっぱ東京上野動物園はまず超えたいなと思ってるから、我らがジャパンはね、まあ、いわゆる温帯に属してますから、これはね、中学校だか、まあ、高校だかのね、地理の時間に、ね、学ぶと思うんですけど、まあ、私たちはやっぱ大河でもツントラでも熱帯でも草原まあ、いわゆるサバンナかな、でも砂漠でもないです。なんか絵的にはサバンナっぽいからな。温帯です、我々は。温帯のアジアです。はい。難易度中、動物園、動物が呪術に退屈することがない。来園者が返金を求めることはない。幸福というか、5つ星いるには平均幸福で 85%。難易度上げたら。あら。順応度維持するのは大変。ストレスがよくたまる。問題が起きたとき、動物がすぐに死んでしまう。ハード上がりすぎだろ、一気に。中かな、まあ、簡単だとさすがに思んないから。てか実際チュートリアルもね、中だったからまあ。これくらいかな。東京品川動物園しよう。東京品川動物園です。東京上野動物園を超えよう。上野動物園の逆というイメージ。東京品川動物園。これで行こう。あえて俺のオリジナル名前つけない。東京品川動物園。トレードセンター。パッパカパッパッパー。トレードセンター。よし。すごいね。やっぱ品川らしいというか、うん。周りの景色も結構品川だなって思うね。やっぱり。確か俺は前、確かにな。品川とかこんな感じじゃなかったかな、確か。うん。こんなイメージあるわ。品川って。こうちょっと池があってさ。こういうなんか、うん。こんなイメージがあるから、すごい品川っぽい地形でよかったなって、うん。思います。立地最悪じゃないか、これ。なあ。まあ、水辺に住む生き物を変えるという意味で、ゲーム的には優しいんだろうけど、立地最悪だろ。カバとか飼いやすいように多分川とかがね、こんな近くあるんだろうけど、アクセス最悪だけどな。トレードセンターをね、配置したことで、こちらに動物の取引とかが、開くようになりました。じゃあ一旦スタッフエリア作ろう。飼育員の会作ったから、これで多分飼育員を雇うことができます。で、続きましてスタッフルーム。どうせ初心者なんだから、もう置くもんもう、ちゃんとね、律儀に置いていこう。ただ、これを置くことによって何の影響があるのかがね、ちょっとまだ分かってないんだよな。ああ、4人書いてるわ。大きなスタッフルームは10人使用できます。スタッフルームには電気来てが来てないか、満員の場合、スタッフは入れるようになる前外で待ち、行列を作ります。まあ、これはやめる。これがならないで頑張ろう。スタッフルームはスタッフの訓練の必要です。訓練のために選ばれたスタッフは、次にスタッフルームに入る時には訓練目標に到達しています。スタッフの給料はスタッフルールで、設定できます。これは年間ランニングコスト。そこで休憩したスタッフの士気を上げます。電気が来ていて、歩道かスタッフ用通路を通っていき、ああ、じゃあスタッフ用通路変えよう、一旦。シンプルに、あ、めちゃくちゃいいゲームやん。見ました今。警告の項目をクリックしたら出てきました。めちゃくちゃいいゲームです。一旦ここで電気をね、配置します。電気がないとやっていけないんで。ここで電気を置くことで、スタッフ用ルームに、電気が届きます。いいね。これこれ。こういうさ、あんま美しくないけど、こういうのがいいんよ。初心者って感じがしていいよな。やっぱこれ。これこれ。これを作りたかったよ、俺は。初心者って感じがしていいわ。初心者ですっていう。これこれ。クジャクとか取り消え安いんだな。なんかね、安いやつでね、一旦生計を立てたいんだよ。まずは。あ、いいじゃん、ほらほらほら。カミキリムシとかね。カミキリムシ、カエル、ゴキブリ、ハナムグリ。ね。いらっしゃい。いい生き物がいるよ、つって。ちょっとこう、暗い雰囲気出そう。ここ何なんですか？なんか気持ち悪い動物いっぱいいますけど。っていう、そこでね、やっぱ話題性を一回作ろう。クジャク博物館しよう。クジャク博物館で金稼ごう。ほら、だって10年とか生きるもん。
かなりコスパいいと思うから。コスパって言い方あんま良くないけど、これで一回整形立てよう。いいクジャクいるよっつって。トレードセンター邪魔だな。ちょ、トレードセンター置き直そう。さすがになえるわ。こういう分かりやすい道がやっぱたまらんな。たまらんわ。センスのかけらもないけど、こういうのでいいんよ。最高最高。これがいいわ、シミュレーション系は。本当はね、スペースとかも有効活用するんだったらね、もうちょっとここエリア余るから、ね、ちょっと道伸ばしたりとか。まあでも、こっから伸ばしてこうすれば、まだ置けるかな。オッケーオッケー。いいんじゃない？何できんのこれ。ちょ、一個一個見ていこう。ワークショップ。ワークショップは整備士が研究するのに使用されます。ワークショップでの研究では、イカがアンロックされます。ああ、大事だな。これめちゃくちゃ大事やん。めちゃくちゃ大事やんか。ああ、でもグッズエリアとか作りてえ。まあまあ、最初だからいいや。じゃあ、後でいろいろ改装していこう。うん。割と改装していくか、後で。最初はやっぱもう一旦もう、いろいろまとめよう。で、落ち着いてからちゃんとね、グッズエリアとか、フードエリアとか、ちょ意識して作ろう。一旦こうか。オッケー。で、これでちょっとお金稼ごう。気持ち。こういうシミュレーションゲームあるあるね。どうしてもあれになっちゃうんよ。その俺が真面目すぎてさ、なんかなんて言うんだっけ、格子状というかさ、なんか、あるじゃん。歴史で京都の街並みみたいな。京都の街並みみたいなんだよな。なんか、歴史とかの景観を守った街並みみたいな。格子状になっちゃうんだよな。真面目すぎて。頭硬すぎて。どこだっけな。これか。わ、クジャク買いやす。とにかく安いやつ。元取れるやつ。作戦 A 行こう。作戦 A。とにかく、安い。安い、早い、うまい。安い、早い、うまいで行こう。吉野家。一回吉野家戦法で行こう。行こう。で、まあ、動物園あるあると思うけど、もうここに置いちゃおう。いや、斜めなんすごい腹立つわ。マジでセンスねえなー、こいつ。今自分で自分のことこいつって言ってます。マジでセンスねえわ。俺が言う分にはいいからな、悪口。俺が俺に悪口言う分にはいいから。マジセンスねえわ。おもろ。いや、センスないなー。これでいいんだよな、でも。初心者はこれでいいんよ。これこれ。待ってました。で、飼育エリアのゲート作らないと、お世話はできないんで、作ってあげますと。ランド条件312。312あるかこれ。お !776、いいですね。22度から22度。温帯だもんな。クジャクは？クジャクめちゃくちゃ便利やん。え？めちゃくちゃ優秀やん、クジャク。3度から42度。で、エリアがあればいいの。めちゃくちゃいいな、クジャクって。これだ。勤務区域を作成。いいね、いいね。これで、これで、こうよ。これで、クジャクパラダイス。クジャクパラダイスにしよう。クジャクパラダイス。あ、いや、クジャク祭り開催中にするか。クジャク祭り。クジャク祭り開催中にしよう。開催中。クジャク祭り開催中で、行こう。で、そしたら、多分追加されてんだよな。クジャク、そう、クジャク祭り開催中で、こいつを勤務区域に当てはめると。時間おかしていけるとかあるかな？時間おかしてみるか。
あ、時間を動かしていけるわ。時間止めてたらダメなんだ。行きました。誰か運べよ。おい、誰か運ばんかい。お前、クジャク祭り開催中だろ。あ、来た来た来た、全然関係ないし、来た。開催中も働けよ。でかっ、めちゃでかいやん。ちっちゃー。あ、シグン来た。で、こうなったら、あれなんですよ。ちゃんと餌場とか用意しないといけないから、一旦止めましょう。インドクジャク。インドクジャクで、これ待つ、安いやつでいいわ。広すぎる。これやっぱお客さんの近くに見えるとこはいいな。見えるとこに置いといて、名前つけるか。名前つけようぜ。シャンシャンしよう、シャンシャン。シャンシャンするわ、シャンシャン。これで騙そう、シャンシャン。シャンシャンしよう。今日からシャンシャンです。あ、シャンシャンでもメスかな？ちょ、わかんないや。シャンシャンして、シャンシャンが入ったってよって。ちょ、巷で騒いでもらおう。ちょっと岩とかも置きたいね。うん、ここ多分よくて。長い草がいらないって言われてるから、短いに変えましょう。いいね、いいね。いいじゃん、いいじゃん。らしくなってきたじゃん。これ、これ。いいじゃん、いいじゃん。ちゃんと勉強したこと生きてきてるな。繁殖能力低いけど、まあ、ワンチャン、ワンチャンあるから。この子にしよう。オッケーオッケー、いいんじゃない？これ。最高でしょ。最高だぜ。何？え？深刻な怪我？シャンシャン。シャンシャン、大丈夫か、お前。シャンシャン。シャンシャン。シャンシャン、治療に専念してる。あ、お客さん、お客さん、早い。ちょ、お客さん、タイミング悪いよ。タイミング悪いって。助かるんですか、先生。先生。シャンシャンは助かるんですか？先生。先生？どこ行った？お客さん見えないだろうな。お客さん見えないだろ、これ。めっちゃ雨降ってる。めっちゃ雨降ってるやん。お、投げてるな。怪我から帰ってきたばっかやぞ、お前、おい。ようできたな、そんなこと。ただ、先ほどあったように、ちょっとね、社会性見るとね、群れにするにはちょっとやっぱ少なすぎるということで、もうちょい変えましょう。チームクジャクです。チームクジャク結成しよう。これでやっぱね、真のクジャク祭り開催中が達成できるから、ちょっとオスメス綺麗に行こう。給料でしょ？運営コストはしゃあなくて、利益だなぁ。あー、食べ物飲み物か。じゃあ置こう。確かにグッズいる、まあそっちか。ちょ、飯と飲み物で稼ごう。攻めよう。やっぱ一番最初が大事だから。攻めよう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、ちょっと販売員が増えちゃった。販売員が増えちゃった。やばいか。あ、でも買ってるな。見せてみよう、お前ら。あ、買ってもらってるな。あ、ちょ、これあれだ、肉屋か。あ、土産ダメだな。消そう、土産。この判断が大事よ。この判断が大事なんだから。出産間近やって。ちょ、待って待って、出産間近やってよ。よ、繁殖できたな。
こんな鳴き声なの？ってか。あ、てかそうだ。充実度とか見ないと。忘れてた。てかもう1時やんけ。もう1時やんけ。あ、生まれた。生まれました。すいません。ちょっとタイミング悪いですけど、生まれました。双子双子やん。かわいい。こんな感じなんだ。